はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画は、起業スタート時に大失敗、こういった失敗があるよねということを動画で紹介していきたいと思います。無駄なお金、出費をしないためにも、限りある資金ですので、使い方でありがちな失敗をしっかりと押さえておきましょう。私はオンラインサロンの運営と、その他各 SNS をしております。また、ビジネス書を2冊出版しています。動画内で紹介した引用元や過去動画などなど合わせて、すべて概要欄にリンクありますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは早速本日の内容。起業スタート時、見栄を張って大失敗について一緒に学んでいきましょう。はい、それでは本日の動画の内容は、起業スタート時、見栄を張って大失敗について動画で解説していきます。本日の内容になります。起業での失敗や後悔、結論としてはですね、見栄やプライドは断捨離しましょうという結論になりますが、一体どういった失敗をしがちなのか、先輩方の事例、いろいろのね、声を集めたものをですね、順番に紹介していきますので、動画最後までしっかりと見て、失敗のないように押さえておきましょう。まず一つ目の失敗、お店の大きさで失敗するパターンを紹介します。2つ目、必要のないものを購入して失敗したパターンを紹介します。そして3つ目はですね、必要なものがなくて逆に大失敗という逆のパターンを紹介します。そして4つ目、ロゴやホームページなどにこだわって失敗したパターンを紹介したいと思います。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、最後までぜひご覧になって、失敗をしないようにしっかりと起業をこれからするって方は押さえておきましょう。さあ、それではまず1つ目のよくある企業あるあるの失敗、お店の大きさで失敗する方が多いです。どういったことか詳しく解説していきますと、企業での店舗選びなんですけども、起業するまではですね、皆さんいろいろと悩んだり不安なことがあって、なかなかね、気が大きくなることっていうのはないんですけど、もういざ起業しようっていう風に決めますとですね、皆さんどうせ起業するなら最初からこういう風にしたいとか、気が大きくなりがちなんですよね。そうすることが要因によってですね、背伸びをして最初予定していた予算よりも家賃が高いところに決めてしまったりするわけです。そしてこの家賃というのは要注意なんですけど、ずっとかかる固定費になります。もう毎月毎月発生するものになりますので、この家賃がですね、売上を圧迫するっていう可能性もありますので、あまり背伸びをしないような家賃設定、また当初これくらいかなと決めた家賃の予算より大幅に超えないように気をつけましょう。そして2つ目、サイズが大きくて非効率という失敗です。こちらですね、確かに狭いよりは広い方がいいに越したことはないんですけど、サイズが思ったよりも大きくて使いづらい、また動線が悪い、何を取りに行くにしてもですね、あっちの方まで取りに行けないということで、作業の効率がダウンするということもありますので、しっかりとそのあたりも考慮してお店選びをすることをお勧めいたします。そしてですね、皆さんここ頭からすっぽり抜けがちなんですけども、光熱費ももちろん高くなります。部屋が大きくなればなるほど、部屋の数が増えるほど光熱費というのは高騰上がっていきますので、そこもしっかりと意識しながら、起業時は店舗を選ぶようにしましょう。そしてこちらも結構あるあるなんですけど、スペースを余らせていてもったいないという方も一定数いらっしゃいます。要は使ってないスペースや、使うかな、あればいいかなということで、大きめのね、店舗を借りた場合にですね、部屋が実は余ってるというようなケースも多々ありますので、スペースを結局ね、持て余すということほどもったいないことはありませんので、その余ってるスペース分にも家賃はかかってきますので、こちらしっかり意識して選ぶようにしましょう。そしてですね、お店の大きさが大きいがゆえにありがちな失敗、もう一つ最後こちらです。人件費がスタート時からかかったってことですね。こちら当初はですね、一人でね、運営しようとかね、ビジネスをしていこうと思っていたんですけども、お店の大きさが大きいがゆえに一人では回せないということに気がつきまして、人件費がスタート時からかかることになってしまった。まあ、オープニングスタッフの数もですね、予想していたよりも多くの人数が必要というようなことも落ちやすい失敗ポイントになりますので、皆さんこういったことがないように、事業時の店舗選びというのは
慎重にした方がいいかなというふうに個人的に思っています。今回の説問ではテンポがどちらかというと大きい方の失敗を紹介しましたけど、まあ、小さいがゆえにしまったっていう失敗もあると思いますので、自分のビジネスにとってはどういうようなテンポ、またはね、事務所、お店がベストなのか、しっかりと計画を練ってから借りるようにしましょう。それでは次の失敗、次のスライドで紹介をしていきます。必要のないものを購入して大失敗。これはですね、皆さん開業予算ってあると思うんですよ。まあ、何か宝くじなど当たらない限りですね、やはり開業資金というのは無限ではなくてですね、有限だと思うんですよ。ですので、この必要のないものを購入してしまったっていうパターンはなるべくなら避けたいですよね。じゃあどういったものが具体的にあるかと言いますと、買ったけど使わないものを買ってしまった。これはですね、いるかなと思って買ったものというものがですね、実際買ったけど使わなかった、要は必要なかったっていうケース、開業のよくある失敗になります。また買ったけど使わなかったものって場所を取るんですよね。で、場所だけ取って邪魔すぎるというパターン、ケースも発生いたします。狭い店舗の場合ですと、この買った機械やいるかなと思った設備がですね、場所だけ取って邪魔すぎて、本当は使いたいスペースなのに使えないということがね、発生することもありますので、皆さんよく考えて起業時のもの、必要なものというのはピックアップして、本当に必要なものなのか、そこまで必要ないものなのかということで、優先順位をリストアップすることをお勧めします。そしてこちらも失敗ですね。あれば便利かなと思って購入したもの、こういうものってね、起業時にはあると思うんですよ。結局こういったあれば便利と思って購入したものというのは結局使わなかったというパターンが非常に多いです。そしてもう一つね、陥りやすいんですけど、みんなが買っていたから、要は同業者はみんな買ってたから自分にも必要なんだと思って買ってみたところ、必要なかったというパターンもあります。同じ業種とはいえ、他の人とね、自分が同じビジネスパターンをたどるかどうかっていうのはまた別問題になりますので、ここしっかりと見極めましょう。予算には限りがありますので、うまく効率的に使うということをお勧めいたします。さて、次のスライドは逆パターンの紹介になります。必要なものがないという企業あるあるの失敗になります。ちょっと今までの2枚のスライドとは逆の方向からの視点になるんですけども、いざ起業してみたらですね、初心者がゆえに準備バッチリだと思ってお店を開けてみたところ、普通だったらあるものがなかったことにオープンしてから気づいたっていう失敗もあります。そしてですね、急いでオープンして気がついて買いに走った、もしくはまあスタッフや家族にね、急遽買いに走ってもらったということも多々あります。またオープンすぐじゃなくてですね、雨が降った時、また天候が悪くなった時に、これがないよねっていうふうに気がついて買いに走るというパターンもどうやらあるようです。次のポイントはこちらです。準備万端のつもりが全然万端じゃなかったっていうことですね。これはですね、先ほどから紹介しているように足りないものがあったっていうのももちろんそうですし、物以外の準備不足というものはあります。お客さんから見たら分かりづらいとかですね、お客さんがですね、自分のお店のサービスを買うって言った時にですね、戸惑ってしまって結局買えずじまいだったっていう風に、ルートが分かりづらいっていうのも準備万端のようで万端じゃなかった失敗例に上がるんじゃないかと思います。そしてこれらの必要なものがないというのはですね、足りないものだらけに気がついて疲弊したというパターン、失敗につながります。疲れた後にですね、慣れない企業オープンの後に疲れた体に鞭を打って購入したり、お店にね、買いに走ったり、またネットで探して取り寄せたりなどなど、こういった負担、精神的負担、体力的負担も大きいですので、必要なものは最低限しっかりと揃えるようにしましょう。こちらもリストアップすることでだいぶ失敗を軽減することができるのではないでしょうか。そして次、最後、こだわりすぎて失敗する企業あるあるの失敗を紹介したいと思います。こだわりすぎて失敗。起業をいざ自分がしてみたらですね、ここにこだわらなくてもよかったのにというふうに無駄なお金を使うということが多々あります。これらの例を順番に見ていきましょう。まず一つ、ロゴなんて後回しでよかったかも。これですね、自分のお店を持つ、またね、名刺に印刷したいとかね、ホームページにロゴを入れたいということで、結構ロゴにこだわったりする方多いんですけど、いや別にロゴって大企業じゃない限りそこまで見られてませんし、皆さん周りのお店のロゴがどんなものかって実際頭に覚えて印象って残ってるでしょうか。大手企業さんの、例えばね、車で言ったらトヨタ、マツダみたいなことですと、やはりロゴがあることでこのブランドなんだっていう風にね、覚えてもらえるっていうので、非常にロゴあたりはこだわらないといけないポイントなんですけど、個人事業やフリーランスの場合ですね、そこまでロゴを作ったことでお仕事につながるとか、ロゴを見てお仕事頼んだんですって
ていうことはほとんどないに近いと思います。ですのであまりそこにこだわらずにですね、そこにお金をかけすぎないように注意してください。そしてこちらもロゴと近いかもしれません。名刺やホームページにこだわりすぎたってことですね。名刺はね、自分の顔ですのでこだわるということは構わないんですけど、予算がないのに名刺にそこまでねこだわっていい紙を使ったりとかですね、デザインにこだわりすぎてデザイン料がねものすごく高くついた、また今のご時世ホームページしっかりしないといけないというふうに思ってホームページにね投資をしすぎてね高いホームページ作成料をね払ったということでね、無駄に資金が減ってしまったという失敗もあります。ホームページ最初に作ったからといってですね、誰も訪れないようなホームページだったらあまり投下する、要はお金を投資するには少しもったいないかもっていう時もありますので、ホームページを作る時にはですねそういったことも考えて依頼をするようにしましょう。そしてこちらも結構ある失敗ですね。チラシ配布を自分のお店をねオープンする地域に配ったところ、その労力が無駄だった、要は集客につながらなかったっていう失敗をよく聞きます。張り切ってですね新聞広告、要は新聞と一緒に入ってくる広告などにもう地域構わず広くお金をかけて配ったけれども、集客自体が振り返ってみたらそこまで効果的ではなかったということがありますので、こういったこともですねこだわりすぎてはいけませんので、周りの企業の先輩方にですねチラシの配布ってどうだったみたいな感じで体験談を聞いてから判断をするというのも重要なポイントです。そしてこちらですね、そこはどうでもよかったっていう、これは完全にオーナー、要はビジネスをする方の自己満足になりがちなポイントになります。お客さんからしたらそこはどうでもよくて、その方のサービスやお店に行く理由にはならないところにこだわりすぎてしまって失敗するというパターンも企業当初はやりがちですので、皆さんしっかりとそこはねお客さん目線に立って必要なものかどうか、ここはこだわりすぎてはいけない箇所なのかどうかっていうのね、よく考えてからこだわってください。そしてこういうものを考えてトータルで言いますと、要はお金をかける場所を間違えたというのが結論になるかと思います。要はお金をかけるべき箇所をですね選択ミスというか優先順位をね間違えているっていうパターン、企業初心者あるあるですので、皆さんしっかりとこの動画で意識して学んで、自分はこうならないようにしっかりとね抑えてから起業するようにいたしましょう。はい、そして本日まとめになります。お客さん目線で考えるということが非常にビジネスは大事です。自分のお店、自分のビジネスなんですけども、お客さんから見て必要なのかどうか、またサービスの購入につながるものかどうなのか、必ずビジネスをする際この起業初心者特にここの目線がですね抜け落ちやすいんですよ本当に。なのでお客さん目線で考えるっていうことを徹底してください。とはいえですね、失敗してみないとわからないこともあると思うんですが、今回の動画でしっかりと先輩たちやよくある失敗を抑えておいて、自分はそこまでのね大失敗をしないようにいきましょう。本日のね動画の内容でこの失敗しぬようなポイントをまとめますと、まず見栄を張らないことですね。起業前後はですね気が大きくついなりがちですので、見栄を張らないように気をつけましょう。そしてこちらですね、自分のビジネスサイズを見極めましょう。自分のビジネスのサイズより大きいお店や大きいサービスを利用してしまうとですね、無駄な投資、無駄なお金の使い方になりがちですので、そこはしっかりと気を引き締めていきましょう。そしてこちらがおすすめの方法なんですけど、開業費の予算を決めるということが大事です。オープンの後にもですねお金っていうのは必要になってきます。経費の支払い、仕入れの支払いなどなど、開業だけにですねお金を投資してしまうと、その後の運用資金がなくなってしまいますので、最初にですね開業のために必要な予算っていうのを決めて、そこから大幅に出ないようにしましょう。そしてね、買いたいものとかねいろいろあると思うんですけど、優先順位をつけるということをしてください。どうしても必要なもの、絶対に必要なものからをリストアップしていって、それらを順番に準備していく、揃えていくっていう方法がおすすめです。こちら具体的なリストアップ方法についてはですね、実は過去に動画撮っておりますので、そちらの動画ねぜひ参考にしていただけると嬉しいです。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。メリットは3つあります。1つ目のメリット、オンライン上で税理士を味方につけるということで、オンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることができるということです。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。これは直接ズームで私に対して質問相談することもできますし、またメンバーさんとの情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。 SNS
や YouTube、TikTok の撮影の裏側話やビジネスの話、また経理や税金確定申告に関する情報などなど記事に投稿をしてますので、それを読むだけでもかなりビジネスとしてのレベル、知識は上がると思います。サロン気になるなって方はですね、概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひ入会お待ちしてます。はい、私は冒頭に紹介したようにビジネス書を2冊出版しています。インボイス Q&A ブックという本と、またフリーランス自営業のためのですね、経理節税確定申告必要な情報が1冊に詰まったフリーランスのバイブル本というものを2冊出版しています。こちらもすべて URL から飛べるようになってますので、ぜひご購入お願いします。そしてチャンネル登録もまだしてない方はぜひよろしくお願いします。その他 SNS をいろいろとしてまして、インスタグラム、ツイッター、TikTok、ボイシーとしておりますので、ぜひ他の SNS、また YouTube とは違った情報を上げていってますので、ぜひそちら行っていただいてフォローの方してください。お待ちしております。はい、動画最後まで見てくださってありがとうございます。 YouTube へのコメント、いいね、高評価ボタン、励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS もね、いろいろとまた違った情報を投げてますので、探していただいてフォローしていただけると嬉しいです。すべてのものは概要欄の URL から飛べるようになってますので、チェックの方お願いします。それでは本日の動画もありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。